保有資格71個目の紹介は2級ファイナンシャルプランニング技能士、各個正方顧客資産相談業務です。取得費用はたい6000円ぐらいで取れています。こちらが試験を実施しています金融財政事情研究会のホームページです。学科試験の方は個人資産相談業務の時に受かっていますので免除になっています。 なので、実技試験の方だけ受かれば合格になります。ちなみに3級の時には保険という一括りだったんですけれども、2級からは生命保険と損害保険の分野が分かれて試験として出されます。ちなみにこれが問題なんですけれども、このような事例問題が出ます。政府の試験と言いましても、こういう税金の計算の問題も出ます。 こういう問題って最初の方の回答を間違えると他の問題にも影響が出て全滅っていうこともあるんですよね。一応4択になってるんで数字が合ってなかったら再計算するんですけれどあんまり一つの問題に時間かけれませんからね。そしてこれが技能検定の合格証書です。これは成績表です。 なおこれは合格率の一覧表なんですけれども結構ばらつきがあ,りますあと国家試験としては珍しいことだと思うんですけれどもこの試験が実施された2013年1月27日の分の試験問題が前日からネットにアップされていたっていうミスがあったようなんです。 最初はウイルスで流出したんじゃないかとか職員が不正したんじゃないかっていろいろ言われてたんですけれども結局 URL の一部を予想して誰かがいろいろ打ち込んでったらたまたま前日にアップロードしてあった画面が出ちゃったっていうことらしいんです結局誰が見たかっていうのはよくわからないまま試験は有効と判断されちゃったんで非常になんか不公平な感じで終わりましたね そういえば今頃思い出したんですけれども行政書士試験の時の発表の前の日に合格番号がネットに流出していたっていうことありましたねまああれの時は自分もネットで見て「お合格発表前なのに自分の番号出てる合格じゃん!」っつって大喜びしたのを覚えてますけどね雑談が長くなってしまいましたけれどもこれで保有資格71個目の紹介を終わります。